今日は以前説明したシンコペーションの少し難しい譜面のリズムの取り方の解説をし、さらにそこから少し発展させ、譜面の書き方のコツのベーシックな話を少ししたいなと思っております。お楽しみに。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。今日もどうもよろしくお願いいたします。昨日はね、新しい基礎練という感じでやりましたけど、まあ説明した後ね、皆さんクリックをね、一緒に練習しましたでしょうか。僕はね、いつものまとめ撮りをしているので、数十秒前にその話が終わったところでございます。でね、こんな裏話する必要ないんですけどね。まあそんな感じでね、今日も行ってみたいなと思います。今日はね、一番最初に話しました通り、シンコペーションの少し難しいやつと練習問題みたいな感じで、いくつか取り上げてやっていこうと思います。で、今日初めて、見られた方、シンコペーションとかっていうふうに調べてみな、来られた方、このチャンネルは、ベースにまつわる話ですね。で、それも、簡単なね、タブ譜だとかどうとかね、なんていうかこう、浅い話はしてません。まあ浅い話って言ってしまいましたけど、深い話をしていきます。ただ、深いからといって難しい話をするわけではなく、まあ中身はこういうんですけども、ね、それを噛み砕いて簡単にやっていこう。本質的にはどうやってやっていくためにはどうやって向き合ったらいいんだろうかっていう話を、突き進めていこうかなというふうなチャンネルでございます。で、またね、僕の動画もね、演奏してる動画とかも出そうかなとか思ってたりするので、もしよかったらね、ちょっといいなと思った方ね、まあ、もしくは森田の喋りちょっと面白いやんけと思った方ね、ぜひね、別に関係ない人でも全然大丈夫なので、よかったらチャンネル登録して楽しんでいっていただけたらなと思います。本当にそうしていただけるともう非常に嬉しく思います。まだまだ弱小チャンネルなので。まあではですね、今日は普天音符の普天音符じゃないですね、シンコペーションの話を突き進めていこうと思います。もちろん普天音符も入っていきます。ではよろしくお願いします。行ってみましょう。ベースベースベース。はい、どうもです。では早速行ってみようと思うんですけど、今日も懲りずに宣伝します。普天音符とシンコペーションのリズムのプリント、このように作ってます。で、まあ今日ね、ちょっとね、シンコペーション今日は2回目なんですよ。難しい話なので、何回にもわたってしております。なので、もしね、シンコペーションの本当のちゃんとした取り方とか知りたい方は、以前説明しているので、こちら、見てみてください。シンコペーションの回ですね。で、そもそも、リズムの取り方とか、8分音符のしっかりした弾き方みたいな説明は、こちら。これがリズムのね、全部のリストになっております。それ以外にもね、一番最初に話しましたけど濃い話してますので、よかったらね、興味ある人は1話から順番に見てもらってもいいですし、なんか、リストのね、名前みたいなのがいろいろ書いてあるので、それ見てやりたそうなのをやってもらえたらなと思います。で、このリズムのプリントね、今日説明していくことだったりとか、いつも説明していくことと、全く並行してした中身のものになってます。で、一応今日やるものは、譜面に出します。いつも通り出すんですけど、もしよかったらね、PDF で売ってますので、下のノートっていう外部リンクの、ブログみたいなもののとこから有料で150円で、2枚売ってます。これちなみに第5章あるうちの、第3章となってます。で、もっと他にも勉強したいよって人は 1章と2章も出てるのでね、もしよかったら、150円ずつなので買ってもらえると嬉しいかなと。それもね、おのおの動画で説明してますので、リンクしてやっていくと非常にやりやすいんじゃないかなと思っております。ではですね、今日はこのシンコペーションの問題の中から16番をやっていこうと思います。まずはじゃあ16番出します。いきます。ほい。はい、出てきました。16番です。これね、あんま細かい説明は今日しませんけども、前説明したのをね、見ながら、振り返りながらやっていこうと思います。で、リズムの練習をするときは、まあ、くどいようですけど、4つ塊でやっていきます。一番最初のリズムは、これどのようになっているのかっていうと、ダダダダとなってます。そのまま4つ弾いてるだけですね。80で見ていきます。3、4、ダダダダ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 、このようになりますね。全然何にも難しくないと思います。もうこれまでね、動画を見られた方だったら非常にシンプルにやれると思います。しかしですよ、この先がちょっと問題あるんですよ。
で、これ何なのかというと、この不転音符を受けてる側、シンコペーションの対応を受けてる側が、今回不転音符なんですよね。で、前、シンコペーションを説明したときは、8分音符とか、4分音符だったので、まだシンプルやったわけですよね。このように、不転音符で受けてる場合っていうのは、まあ、リズムがさらに複雑になります。まあ、もちろんね、この後、今週末ぐらいには16ビートの話もしようと思うんですけど、これが、16分音符の何かで受けてたりとか、不転8分音符の何かで受けてたりっていう場合もあるので、そうすると、なお難しくなります。じゃあどうするのか。それは、綺麗に取るためにはどうするのかといえば、シンコペーションの時に説明した通りになります。まずは受けてる側、対応を受けてる側の音符を休符に変えます。これ休符に変えるとどういうことなのかというと、3つ分なので、具体的に言うと、昔出てきた音符、休符があると思うんですけど、四分休符と八分休符、1個ずつですね。の休符がぴったりに当たるので、う、ん、うという3つの単位になります。で、最後の音がたと弾くので、つまりここはどういう風になっているのかというと、う、ん、う、た、という風になります。前やったね、リズムのやつもちょっと出しておきましょうか。ほい。こういう休符と一緒ってことですね。まあ、どこのページを出してるかわかんないですけど、同じ休符ですね。休符に変えるとこのようになる。下に出てると思いますね。で、それを弾いていく。まあ、単純にそこだけ4つ塊弾くと、3、4、う、ん、う、だ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 、ですね。で、続けると、まあ、今さっき続ける、やった通りなんですけど、まあ、この時に前も言った通り、四分休符と、八分休符がある場合は、必ず2個ついてあげてください。うん、うの、うに当たる部分についてくださいねっていうことですので、必ずそれを守っていくと、休符に変えると、だ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 、う、ん、う。となります。まあそんなに難しくないですね。で、さらにそれをシンコペーションなので横っちょにつけてあげるとやってみます。3、4。このようになります。まあ、このように給付に分けてあげて、しっかりついてあげたら、すごくシンプルだと思うんですね。考え方もスッキリしてくると思います。それを、やっぱ、タイがかかっててどうなのかな、ああなのかなって考えると、非常に分かりにくいし、で、前にも少し話しましたけど、この4つ塊の4つ目に来るような音符っていうのは、結構しっかり弾けるかどうかが、そのリズムの肝になってくるので、まあ、このような練習をしっかりしてあげてください。そしてまたタイがかかってるとこね、普天四分給付、普天四分音符でタイが受けてる場合っていうのは、必ず2個ついてあげるっていうことを、必ず意識してあげてください。これ16分のもっと細かい音符になってくると、これができてないがために、きちんとリズムが取れないっていう、致命的なことになりますので、今のこの四分音符じゃないな、八分音符とか、八分、普天八分九符、普天四分九符とか、また単位がね、細かくなる前の段階から気をつけてやるようにしてあげてください。では、最後にもう一個取り上げて終わりたいなと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。では、もう一個取り上げていこうと思います。次のは、ちょっとね、まあ、長いので、時間もそろそろいい感じになってきたので、サクサクっと行っていきたいなと思います。21番をやろうと思います。ちょっとね、2小節単位なので、ここではなくて下になるかもわかんないですね。出します。ほい。はい、出てきました。この21番ね、今度はタイがかかっているのが、小節をまたいで、かかっております。こういう音符が非常にめんどくさいわけですよね。まあ、でもね、今まで通り休符に変えてみていくと、それも全然大したことない風になりますね。では、順番に見ていきます。一番最初の4つ塊は、これは、た、た、た、あとなりますので、まあ、弾いていくと、同じく80でいきます。3、4。このようになりますね。もう繰り返さずやりますね。皆さんはね、慎重に繰り返して練習してあげてくださいね。そして次の塊、1小節の3、4拍目。たたうたとなりますので、そのままいくと、3、4。このようになりますね。簡単です。合わせると、3、4。このようになりますね。そんな難しくないと思います。じゃあそのまま続きを見ていきます。2小節目の1、2拍目。これどうなってんのかって言ったら、タイを受ける側を休符にするので、
うたたあとなります。そうするとどうなるのかやります。3、4、うたたあ、そのまま弾きます。これも切るときは前にも話しましたけど、必ず次の3拍目の頭を意識して切ってあげるようにしてあげてくださいね。そして3、4拍目のリズムを見ると、これはたた、たたあ、あ、たたあ、あとなりますね。これは普天音符が入ってますけど、前に説明した通りです。やります。3、4、たた、このようになりますね。で、これをまず休符で練習してあげてください。そうするとどうなるのか。3、4、このようになりますね。まあ1枚目のプリントで取り上げたようなレベルなので、そんなに難しくないと思います。じゃあそれをタイがかかってるところだけ横丁にします。急歩のところは必ずそのままついてあげてくださいね。これ間違えずによろしくお願いしますね。じゃあ行きます。3、2、3、4、このようになりますね。まあ、今日はこの辺にしときたいなと思っております。では、最後、締めの言葉ということで、お聞きください。ベイス、ベイス、ベイス。はい、どうも、お疲れ様でした。今日も本当にありがとうございました。どうだったでしょうかね。実際ね、僕が説明してると、そうかっていう感じですごく、まあ、わかりやすいっていうね、ちょっとおこましいかもしれないですけど、理解しやすいと思います。なんですけど、まあね、ご自身でやってみると、結構ね、つく位置だったりとか、休符だったりとか、こんがらがったりすることが多いと思うので、まあね、練習のポイントとしては、すっ飛ばさないってことですね。工程をすっ飛ばさないってことが大事になってきますので、まずはね、しっかり4つずつ見てあげるっていうのと、まず、体がかかったところは休符に書いてあげる。みたいなのを、しっかり練習してあげるといいと思います。というわけで、今日はシンコペーションの説明をね、さらにちょっと深掘りしてやってきました。特に、普天音符で受けてる場合とかはね、難しいので、しっかり練習してあげてください。で、何度もくどいようですけども、まあ、問題集としては、このように問題作ってありますので、もしよかったらうまいこと活用して練習していっていただけると嬉しいなと思っております。そんな感じで、明日は木曜日のおしゃべりタイムということで、なんかね、いろいろ話したいなと思います。もう話すこと決めてるんですけど、まあね、教本を使う時の、なんていうのかな、価値というかね、教本買ってね、みんなね、うわあんま良くなかったなって思うかもわかんないし、あ、いい本だなと思うかもわかんないですけど、まあ僕はね、どれぐらいのその本をね、こう見てね、あ、これ本買って良かったなって価値が、見出せるというかね、思うようにしてるかみたいな話を明日は触れたいなと思っております。まあそんな感じで今日はこの辺にしたいなと思います。では皆さん、本当に今日もありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。どうもです。失礼します。